こんばんは。平井弘明です。飛ばしやりますよ、飛ばし。飛ばしやんの？無縁の飛ばし。飛ばしなぁ。なんか視聴回数狙ってるみたいで嫌なんだよなぁ。あれ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 乗り気でない人が。どっちかというとそっち派じゃったじゃん。そうだね。あんまり途中で多分つまんなくなる感じでね。そう。でも楽しくしていけばいいのか。楽しくしてこう。だってさ、飛ばないじゃん。飛ばない。何やっても。うん。飛ばそうと思ったって飛ばないんだから、あんまりこの動画っていうの意味がない。あ、でも、あ、違う、間違えた。違う違う違う。飛ばないって言うとまた語弊があるんだよな。自分の100を引き出すって意味じゃ飛ぶんだけど。OK。うん。そうでしょ？ 100 の人は、105にはなんないよってことだよね、なかなかね。超難しい。難しいっていうか、うん、超大変。ただ持ってるね、能力を100出すのは分かる。そう、ただ今何パーセントですかっていうこと、うん、だよね、うん。で、大体100って言ってると多い、うんうん。今日の方もそうだった。うん。でも40だった。え、じゃあ60もあったの？伸びしろ。うん。うん、それは20ヤード伸びて当たり前だと思わない？あ、そりゃそうだね。そう。だって、飛ばそうとしてるのに、まっすぐ行かそうとしてんだよ。意味分かってましょう。なるほどね。飛ばすんだったら、ドライバーであっち打たないと。あ、そうなの？まず。まずは、うん、どんだけ振ってんのっていうぐらい振らないと飛ばないからね。あ、そっかそっかそっか。もう戻せないぐらい振んないと。そう。そっから話が始まるから。あ、そっか。じゃあ戻せるぐらいのスピードだったら100じゃないじゃんって話になっちゃうの。そう。だから、まずアクセルをベタ踏みして、うん、どんだけスピード出んのって話を。あー、で、スピード出るから、遅れて、握っちゃうんだ、うんうん。そう。それが普通なんだ。そう。そっから始まるから。それを真ん中に寄せていくんだ。そう。ああ。じゃないと、ポテンシャルがわかんない。あ、そうか。そう。だってさ、蓋開けてみたらさ、うん、軽自動車でした。うん、でもさ、F1 レースに出たいって言ってんだよ。そういうことか。無理だよね。うんうんうん、うん。あ、そういうことか。じゃあ、どんだけ右行っても、どんぐらいで振れるのっていうのを初めに知らないといけないんだ。そうそうそう。で、本人自身も、どれだけ振れるのかもわかんない状態で、何ヤード飛ばしたいって言ってんだったらわかんないでしょ。うん、そっかそっかそっか。そうそうそう。で、そのスピードが限界だったら、この距離が大体まあ、うん、まあ限界に近いですよっていう数字ってやっと見えてくるじゃん。うん、したらそれが目標になって、うん、じゃあ、ヤーデージに対してどんどん振ってって、うんうんうん、ってなってくる。でもそれが。そっか。で、変な話、うん。そしたら、右に300ヤード飛ばせれば、前にも300ヤード飛ばせるかもしれないってことは。その通り。そうだよね。右に200しか飛ばないんだったら、前にだって200しか飛ばないでしょってことだよね。そう。本当そうよ。そうだよね。ワンブリだったらね。そうだよね。そう。そういうことよ。ああ、なるほどね。まして練習場で、飛ばしを目標にやってるんだったら、うん、そんぐらいやらないと。すっげえなっていうぐらい曲げてみないと。そうだよね。お客さん斜め打ちやめてくださいみたいな。まっすぐ向いてんのにね。いや、ほんとそう。そういうことだよね。そうよ。だそれを、まっすぐね、うん、生かそうと。してる、うんうんうん、ってなってきたら、うん、それはやっぱ限界は下がるよね。そうだね。どれだけ振ろうとしてるかっていうのが重要だった。なるほど。だまずは限界振るのよ、うんうんうん。で、その限界を振ろうとしてるときに、うん、今やりたいことが入れられますかって話になってくるのね。大体入れられないのよ。そうだね。そんな暇ないし。がむしゃらだからね。考えてらんないもんね。そう。何を振ろうとしてるかって多分ね、クラブを振ろうとしてると思うんだよね。うんうんうん、無意識のうちに、うんうんうん。そう。だって、振ってみるって言われて、うん、例えば、いや、もっと振って、もっと振って、もっと振って寄って、腰上げる人はいないと思うのよ。ああ。クラブを頑張って振ろうとする方に、多分、うん、頭使うと思うんだよね、うんうんうん。通常は。だから、じゃあ何振ってんのってクラブになるわけ、うんうん。いや、今のじゃ振り足りないよって言って、クラブの動きそのままで腰の回転をどんどん速くする人いないでしょ、多分。ああ。こうやったら速く振れるからっつって。多分、少ないと思うんだよね、そういう方って。ああ。で、話の理解として、うん、もっと振ってって言った時に、あ、クラブの振りが足りないんだって思うと思うんだよね。うん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 、そういうところになってくると思う。ああ、うん。じゃあ、クラブじゃんっていう。そうだね。うん、こと。だからそのクラブをどれだけ振ろうとしてるかっていうのが飛ばしってすっごい大事。で、その
限界値を知れました。うん、バリバリ振り遅れて、うん、右に280、300行きました、うんうん。ってなった時に、そのボールをまっすぐ生かすために、スイングをいじり始める。だから、最初に飛ばそうとしてんのに、飛ばす時はこういう動きをして、じゃないんだよね。そしたら限界がどんどん下がるからね。そうだね。そう。そこじゃないから、だから、振るってなったら、とにかく振らなきゃいけない。だから全力で振ってることをこうちゃんと自分でこう意識をして振らないとダメ、うん、それって本当に大事なことだよね、飛ばしって。そうだから誰でも曲がるから、うん、曲がりを気にしちゃダメよね、うん、でコントロールするときはコントロールする、飛ばすときは飛ばす、両方やろうとすると両方中途半端になるから、どっちかをねこう取りながらスイングを作っていかないと完成する場所が分かんなくなっちゃう。そういう意識を持って飛ばしをですね、やりたい時なんかは練習場で意識して振ってみて、どれだけ右に行かせるのか、振り遅れるのかっていう意識を持ってやってみてください。ほんとこれ大事です。あれでもプロはさ、飛ぶじゃん。プロは飛ぶ。平井くんほら飛ばない飛ばないって言う割にさ、うん、キャリーで260くんだっけ。うん。行くね。行くじゃん。飛ばないっつってるくせに。プロ飛ぶじゃない。うん。うん、だからなんていうの、ね、そういう風に言うけど、まっすぐ飛ばせるじゃんって言われちゃうけどさ、それは、まあ、限界がそれだとして、限界じゃないのか、でもあれ。満振りじゃないんだもんね。でも、フィニッシュを取れる満振りと、フィニッシュを取らない満振りにもよるんだけど、はい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 。その、ひろゆきのとこでダイモンでやったのが、うんうん、常識の範囲内の満振り。あ、そうだね。そうで、ね、キャリー266とかだと、あれも限界、あれ以上は振れない。ああ。だから、うん、プロの中でキャリー266って、うん、多分、会社員の給料で言ったら、うん、給料16万ぐらいじゃん。そうなの？そんなもんだよ。本当に飛ばない方から数えた方が早いから。266って言われちゃうよ。みんな280とか？まあ、200、キャリー270ぐらいは絶対行くでしょ。ああ、そうなんだ。今の子たちは。へぇー。キャリーだって280ぐらいの世界だもんね、今。ああ。アマチュアの方からすると、うん、260キャリーっていうのは、うん、飛ぶって言ってくださるんだけど、うんまあ、プロからしたら、うん、普通以下、まあ、普通か普通以下じゃん。うん、それぐらいの、まあ、距離に入っちゃう。で、コース行くとあれだもんね。そこまで踏んないんだもんね。うん。だから250とかになると思うよ。普通に打って。そうだよね。それでも、7200ヤードぐらいまでだったら、全然戦えるからね、うん、精度で。なるほどね。まあ、落ちてもそれだから、うん、素人からしたら、うん、それでも飛んでんじゃんってなっちゃうから、飛ばしってなっちゃうのかな。そうそうそう。みんな。そのアマチュアの方が、練習場のドライバーのショットのスピードあるでしょ。うん。それと、コースの練習場のドライバーのショット、どれだけ差があるから、ねうん、スピードが、うん。うん。めちゃくちゃ遅いと思う。あ、やっぱり落とすんだ。と思う。無意識的に、うん、あとは上げる意識がなくて上がっちゃって、うん、打ち急ぎでミスヒットして距離が落ちてるとかね、うん、スピードは上がってるかもしれないけど、でも大概スピード上がってたらヘッドスピードは落ちるからね、うん、グリップが移動するから、うん、プロは体力むんじゃなくてクラブ力むんだよね。あ、はい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 。でもアマチュアの方ってクラブ力めないで体力むから飛ばないんだよ。あ、余計飛ばないんだ。そう。だから脱力っていうの？逆に。そう、だから、プロは、脱力してもいいわけよ。クラブを力ませられるから。これさ、うん、これめっちゃ昔になってるでしょ、うん、これができないんだよ。セテコができない。これをできないと飛ばせられないよね。あ、そうなんだ。そう。これ、めっちゃくちゃ腕とグリップも入るんだ、うん、この2点。うん、こことかこう、うん。それでさ、こっから先をしならしてる。こうやって。でもさ、ここ全然動いてないでしょ。うん。こうは動いてないじゃん。そうだね。こうやったらしなんない。あ、そうなんだ。あ、それをスイングでやるんだ。だから手動かさないんだ。そう。視点を。そう。だから、めっちゃくちゃシャットしなってるでしょ。これ通り終わったらやってみよう。できるかな？面白い。手全然動いてないのに、うん、超しなってる、うんうん。これがスイング中にできなかったら飛ばせないの。だいたいこれやってくれって言ったら、
こうやって動かす。え、今のやつあれじゃん。その手を止めるっていう、その答えじゃん。そう。やばいじゃん。飛ばしの答えじゃん、それ。言っちゃったじゃん。そう。登録言ってたもんね。あの、ヘッド動かしたかった。手を止めるって。登録言ってた。あ、そうそうそう。これ。ねえ。うん。答えじゃん。やばい。いい動画になっちゃった。これはまずい。なんだよ。これ、これやばいね、これ。そう。グリップエンドの一番、うん。こう、いっぱいいっぱい持って、うん、で、この先端でしょ、うん、先端の真ん中を持つ。はいはいはい。そう。それで、うん、ここを支点にして、うん、ここを、うん、5ミリずつ上下に動かす。うん、こうやって。ああ。そうするとすっごいしない。これ、テロップでよく、ちゃんとしたやり方を、プロは分かってるんで、やってますけど、真似しないでください。折れますんで。あ、そう？これ折れるから。え、折れるの？ちゃんと、折れる寸前の力感が分からない人がいたら折れるから。2点で折れちゃうってこと？グリップの、あそこボキってやっちゃうんだ。そう。こっから折れちゃう。あ、そう。折れる圧って分かんないと、ダメだ。だから、なんだろう。こういう、ものをしならせるって、すっごい大事なことなんだよね。それにもカバーあんの？これ？うん。何にでも。これあの、ダイモンのマーク。え、そうなの？いや、違うんだけど。あ、違うんじゃん。そう、これ、G のシャフトのやつですよ。ああ。そう。まだあの、シャフト交換終わってないんで、はい、ない、物はないんですけど。あ、物はない。そう。これ、かっこいいっすよね。かっこいい。ただ、シャフトがね、しならせられるっていうか、飛ばすっていうのは、手元が溜まってないと、ヘッドを動かしてシャフトが、こう、しならないから飛ばすことができないです。必ず飛ばすときは、手元を止める。うん。っていうことを、やった方がいいですね。言っちゃったんで。言っちゃいましたね。うん、まだ、2023年はまだ有料級取っても大丈夫で。2024年から無料級が多い。そうなんだ。そこで切れてんだ。そうそうそう。まあ、なんで本当にあの、飛ばしたかったら、とりあえず振って、右へ飛んでもいいと思って振ることも大事と、うん。とりあえず限界を知る。ことが大事、うん。どこ行ったっていいです。うんうん、なんでそのぐらいのスピードで一回振ってみてください。それを分かってから曲がったのを真ん中に戻す作業をやってみてください。はい、で今回はですね、飛ばしについて意外なポイントをちょっと喋らせていただきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとかレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。